いろいろな出来事がありました。日曜、武蔵野市の松下玲子市長が国政に挑戦するため市長を辞職すると発表しました。武蔵野市長の経験を生かして国の政治に挑戦することを今日ここに皆様の前でお誓いをしたいと思います。現在2期目となる松下市長は次の衆院選に挑戦する考えを示し、社会保障制度の見直しなどに取り組みたいとしています。市長の辞職に伴う武蔵野市長選挙は来月行われる見通しです。月曜、今月末に2度目の実施となる中学校英語スピーキングテストについて大学教授らが東京都に対し検証が行われていないとして高校入試への活用中止を求めました。入試の公平性と公正性に反するということに加えて、やはりその透明性と信頼性が欠けています。使える英語の育成を目的に去年初めて実施されたこのスピーキングテストですが、評価の不透明さやテスト中に他の人の回答が聞こえてしまうなど様々な問題が指摘されています。そうなんです。これらの問題に対しその対応を都議会や教育関係者はこの1年求めてきましたが、東京都は特に問題はなかったの一点張りでほとんど対応していないのが現状です。26日には2度目の試験が迫っていますから、まずは都が情報の透明性を発揮して対応することが求められています。火曜、100年ぶりの暑さとなりました。この日都心では最高気温が 27.5 度となり、今月3度目の夏日となりました。異例の暑さに江東区の公園ではソメイヨシノが開花していました。春と勘違いしちゃったんです ね。体がついていかないな、はあ、急なんか変動があれだから激しいんで。一回したんですけど、暖かいので奥からまた出してっていう作業はやっぱちょっと大変かなと思います。明日からは師走並みの寒さになる日もあるので体調管理気をつけたいですね。そうですね。インタビューされていた方も今週半袖でしたけれども、秋通り越して一気に冬突入です。はい、木曜、自民党の神田財務副大臣が2013年から去年にかけて自身が代表を務める会社が保有する土地と建物の固定資産税を滞納し、4回にわたって差し押さえを受けていたことを明らかにしました。神田副大臣は深く反省していると陳謝しましたが、副大臣の職を辞任しない考えを示しています。1週間のニュースを振り返りました。今週は神田財務副大臣の税金滞納問題について都民はどのように思っているのか聞きました。おかしいよね、どう考えても。これは岸田さんが悪いんじゃないですか。いや、ありえないですよね。だってね、そのままこのまま、ね、続けるっていうのは常識からやめて、国会議員の今民意がもう落ちてすぎてレベルがね、世界中からやっぱり指摘されるのはやっぱそういうところですよね。岸田さんが今一生懸命ほら支持率上げるのに頑張ってるの分かるんですけど、もう 中からね、こういうところからも直していかないと。見透かされてるよ、我がじゃねえから国民もな。どんどん世界が変わっていく中で日本何してんねやろっていうのはすごく思います。しっかり払ってねっていうしかないですけど、こんなことしてるから多分誰も選挙に行かないんやと思います。ただですね、多分関心が薄いのにこういうことがあると余計に多分もうどうせ投票しても意味ないのかなって思っちゃいます。信用が失われちゃうなっていう問題だと、一番やっちゃいけない人がやっちゃってるなっていう素直にそう思います。そうですよね。よりによって財務副大臣が税金滞納と呆れる声もありました。そうですね、内閣改造後1ヶ月で政府三役が2人も辞任している岸田総理、この適材適所という言葉についても改めて説明を求めたいですね。以上、今週のニュース振り返りました。